はい、ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画と見せかけて、今回違うんですね。と見せかけてね、はい、実は違ったり、はい、実はちょっと今回商品車の紹介じゃなくて、うん、お客様のもうご紹介いただいてるお車で、実はお題いただいてたお車ですね、はいはい、でちょっと旬な車なんで、そう、はい、うん、ご紹介させていただこうかな、ぜひぜひっていう動画でございます。はい、はい、お車がもう多分絵からはみ出てる、はみ出てますね、でかいので、はい、異常に、はい、こちら、はい、もう最新の BMW、はい、M8 コンペティション、はいはい、グランクーペのコンペティション、そうです、はい、こちらをご制約いただいたということで、はいはい、ちょっといろいろ見たり触ったりしていいということなんで、そうですね、はいはい、ちょっとご紹介いただいてもよろしいでしょうか。ぜひぜひ、はい、どこから行きましょうかっていうぐらいすごい車ですね。あのまだ日本に数台しか入ってないですよね。そう、その中、あの初期の中の1台です。はい、はい、ちょっと走ってるのもまだ見たことないですね。そうですね、はい、展示されてるのを本当稀に見るとか、はい、まだそんな、そういうレベルですよね。そういうレベルです。すごい、はい、そしてこれもうなんかいじるとこがないぐらいもう決まっちゃってますね。はい、ボンド的には残念なすごいですね、はい、このグリル黒いのとかも全部最初からです。もうそう、最初からです。はい、そしてなんかもうまじまじとこの辺見たけどすごいっすね、こう近未来感が、ヘッドライトとか造形とか何ですかね。でいわゆるこのイカリングって言われてたこのチューブもなんかもうギザギザギザってなって、はい、なんかちょっと本当に i8 とかああいうあの辺のちょっと車に近いようななんかこう、うん、そうですね、ちょっと本当に近未来的なデザインをもううまく取り込んでますよね、うん、なんかこう細かいところが、はい、多分これからの BMW、はい、次世代の BMW、まあ、こういうふうに変わっていくんだろうなっていうのが見て取れる車かなと思います。はい、いろんなところが、はい、なんていうんですかね、ブラッシュアップされていたりとか。なるほど、うん、すごくいいと思います。いや、すごいです。そしてグリル意外にちっちゃいんです、ね、はい、意外に小さいです、はいはい、7とかなんかすごく大きくなっちゃったじゃないですか。そうなんですよ、巨大化していますよ ね、うん、あれなんか中国のマーケットをすごく意識してというか、はい、って言われてますね、はい、って言われてますよね、はい、レクサスもそうじゃないですか、はいはい、あの大きいグリルは、はい、あの中国を意識していると言われています。はい、なんか中国マーケットがなんかそういう押し出しの強いフロント周りが受けるみたいな、はい、そうですね、はいはい、なんですけど、はい、そう、なんかシュッとした、はいはい、あのカメラマンさんは撮れますか、ね、この横からのこの立体感すごいですよね。すごいですよね、これ上から撮ると余計わかるからなんかすごい立体感、そう、出てる、グイッて出てる、はい、この角度、まあこれも大きいんでしょうけど、なんか車が大きすぎて、はい、あ、そうかもしれないですね、はい、車の対比でね、はい、大きく見えないのかもしれない。比率で言ったらそんな大きくないんで、はい、すごくなんかスタイリッシュな、いいと思いますね、すごく、はい、スタイリッシュです。で横を回ってホイールかっこいいですね、はい、ホイールかっこいいです。あの今まで の、はい、あのコンペティションってここがシルバーポリッシュだったじゃないですか。でこの M8 グランクーペ、はい、今回これクロダーククロームになっているので、はいはい、ものすごく品があるというか、う、ね、高級感が増してます、はい、うん、なんか純正っぽくないっ、ね、ぽくないですよね、だからインチはやっぱりちょっと小さめな、そう、小さいんですよね、感じですね。車格の割には20インチなので、ちょっと小さめに見えるかなと。まあ、ちょうど走る部分とそのコンフォートな部分と、はい、まあ、いいとこ取りな感じのサイズですかね。そうでしょうね、はいはい、そしてブレーキがすごいですね、これすごいです。カボンセラミックですか。その通りです、はい、これキャリパーも最初からゴールドなんですか。そうです、この色ですね。カーボンセラミックところがセットですか。セットです。あ、なるほど、はい、車高もなんかそんなに、まあ、もうちょっと低い方がスタイリッシュな気がしますけど、そうですね、なんか車高もなんか、まあ、でも純正で、はい、あ、純正というかノーマルの状態と考えれば、はい、まあ悪くないのかなって。 ですよね、はい、いや、そう思います。で横にはこの、はい、M8 のエンブレムと、うん、その辺も全部ブラッククロームですかね。そう、ブラッククロームなんですよ。はー、だから何ですか、今までの BM のイメージを、はい、なんかこう良くも意味で一新してるというか。あ、そうですね、なんかこう今までいない感じです。そうなんですよ、間違いなく今までだったらこう、はい、普通にメッキじゃないですか。ですよね。そう、なんですけど、でもボンド的には、はい、シルバーでいいのにボンドが黒くしたいみたいな、ね、そうですね、はい、メーカーでやってくれてんだよ。そう、はい、やってくれちゃってます、はい、すごい、うん、そしてミラーもやっぱり、はい、ザ・ M なんだ。ザ・ M ですね、はい、そしてでかいですね、キャビンも。うん、もうフロントのドアも本当にクーペと変わらないぐらい。そうですね、長いのに後ろもこの辺長い。リアドアが、はい、ボディサイズ的にはこれなんか S クラスとか、そう、 S クラスにも近いです。そういうぐらいの長さですかね。そうですね、はい、うん、いや、すごい。あとこういうドアの、はい、あ、ドアモール、ドア枠も全部、はい、グロスのブラックになってます、
だからなんか全体的にそのホイールのブラックのイメージとか、アイバってすごく引き締まってる感じ。そうですね、うん、統一感半端ないですねと思いますね。そしてルーフはこれカーボンなんですね。カーボンです。なんかもう高級な感じとこうスポーティーな感じが、はい、融合がすごい、そうですね、うん、グランクーペだからでもなおさらかっこいいですよね、はい、ああ、うん、なるほど。なんかこうスタイリッシュなフォードなんで、はい、すごくかっこいいです。そうですね、ボディのこうスタイリングがすごくスポーティーですよね。そうですね。あとこう後ろ回り込むとこう、はい、これすごくすごいっすね。そうだから、クーペモデルに比べて、はい、なんていうんですか、こうダックテールって言ったらあれですけど、いやいやいや、そんな感じですよ本当に、はい、シュッてスポイラーがついてるから強調されてますけど、はい、スポイラーのない部分だけで見ても結構、はい、ものすごいこう出てます、ね、グーって出てます、ね、あとこの M8 のエンブレムも黒くなってて、そうなんですよ、コンペティションも入って、で今気づいたんですけどテールもちょっとスモークがかかってます。そう、若干スモークです、うん、で、すごい、はい、この辺この辺スモークに見えて、はい、実は赤いところもスモーク入ってますよね。あ、ですよね、はい、だから普通の赤と比べればかなり、はい、でこの赤いところもちょっとワントーン、そう多分これねワントーン、クロックというかスモークが入っていると思います。そしてこの下回りもなんかもう社外じゃないですかっていうぐらい、本当ですよね、なんかこうアグレッシブなデザインのディフューザーと、はい、マフラーこの4本出しの、しかもこれも黒くなってるんですね、うん、そう、それも黒くなってます。ちょっとブラッククローム的な、そうですね、ちょっとメッキと黒の中間みたいな、中間みたいな感じです。ええー。あとなんかちょっとあの残念ポイントとして、はい、ここのリフレクターが残念ですよね。あ、なんかどうせ M なんで、え、でもこれもちょっと黒くなってません？なってますけど、はい、でもどうせだったらここはあの、はい、ほらやっぱり M モデルだから、はい、ちょっと網にしといてもらうとか、リフレクターはどっか違うところにうまくデザインしてもらって、そうですね、ここは開けてなくてもいいからなんとなくメッシュっぽいデザインにしてもらうと。テールランプにはこれリフレクター入ってないんですね。そうなんです、入ってないんです。まあやっぱり保安基準的にやっぱりこうテールランプどっかにリフレクターが後ろ向きないとダメなんですよね。そうなんです。その関係で多分ここをうまく使ってるんだと思う。そうだから850の、はい、850ですよ、はい、850クーペはここはリフレクターじゃないんですよ、はい、あ、そうなんですか。テールレンズのこっちにリフレクターが確かついてるんですね。だから、同じシリーズでも M モデルだったり、はい、クーペだったりグランクーペだったりにして多少パーツの違いが、はい、そういった細かい保安基準の部分で違いが出てますね、はい、うん、よくよく見ると違ってます。じゃあそんなちょっとしたところですけど、それでリアの印象を変えたりして、いや全然変わってくるんだと思いますね、はい。あとは、はい、あのどこのメーカーもそうですけど、はい、その空気の取り込み取り出し、あの出し口を作ってしまうと、はい、それで風切り音が出たりとか、はい、いろんなことがあるので、多分それもいろいろ踏まえてこういう形になったのかなとちょっと思いました、車を見て、はい、いやすごい車ですこれ。いやすごいですね、このデザインとか、これすごい、カメラマンさん映りますなんか今までの BMW であんまり なくないですか、ね、ここをこんなにこうね、なんかほらいつもツッチーと撮影してて、はい、動画撮影してて、はい、スーパーカーとか、はい、特にマクラーレとか、はいはいはい、パネルの入り込みとかあるじゃないですか、はいはい、なんかそれに近い、確かに、そう多分このあれですかね、はい、こういう形になってるから整流効果でここに空気をこうね集めて、カメラさんそうでしょ、はい、ね、こうなってる、そんなことをいろいろ考えてるのかなって素人に思っちゃいました、素人的に、はい。トランクもまたこれすごい開き方しますよそう、僕ね最初にこっから開くのかなと思ったんですよ。そんなわけねえなと思って、ちょっと開けてみます、はい、開けてみましょう。いいですか、はい、わあ。でも、はい、ここが意外と低くて、はい、中のなんていうんですか、この床面っていうか、はい、ここが高いんで多分出し入れそうですね、そう意外に高いです、意外そうなんですよ、だから意外と楽かもしれないです。そしてめちゃくちゃ広い、めちゃくちゃ広いです、はい、トランク現代的な車から考えると、最近みんな狭いですからね。確かに確かに。横幅もそれなりに一応取れてるんで、はい。はい、まあ、ゴルフバッグちょっと縦とかは厳しいかもしれないですけど、厳しいですね、斜めだったら。そう。詰めますね。そう、1本2本っていう感じで、うまくやれば3本ぐらいいけますかねっていう風に。ちょっとこの、ここでしょ。先代6シリーズにつながるようなこういう、ここから開くこうデザインというか。ですね。はあ。いや、すここのね、こういう造形も今までの BM ってやっぱりあまりなかったんで、ないですよね。そうなんですよ。楽しいです、うん、このまままっすぐこう持ってきておいて、はい、カクっていう切るっていうイメージが BM の中であったので、はい、なんかこうそういうところがちょっと
斬新というか新しくなってますね、うん、そしてこのルーフのプレスラインも、はいはい、いいですね、すごい綺麗に出てますよね、そう M モデルっていう感じの、はい、うん、カーボンだしね、すごい、うん、なんかちょっとこの巨大なボディでスポーティーっていう、こう、そう今かつてない感じないですね、はい、そう今カメラマンさんが撮ってもらってる、はい、多分斜め後ろのカットとかって、はい、結構あのお尻がシュッとして見えるので、はい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 、あまりボリュームはあるんですけど大きさを感じないんですよ、あなるほど、ただやっぱり押し回ってますしね、そう、はい、真横だったり斜め前から見るとすごくボリュームがあるので大きく見えますね、さっき言ったようにそのリアの居住スペースとかも考えてリアドボンも長いと思うんですよ、はいはい、なのでその分長いのかなっていう、うん、まあ、パッケージとしてはすごくうまくまとまってるなっていう、あのスクープフォトだったり、はい、正式発表あのメディアの発表、はい、で画像とか、はい、あの映像を見た時はどうなんだろうと思いましたけど、はい、現車はすごくかっこいい、実物全然違いますね、全然いいですね、ちょっとこれから内装を続いて見てみたいと思います、はい、なんですけどちょっとカメラの設定を変えたんでちょっと質感が変わってるかと思うんですけど、はい、ちょっと見てみたいと思います、はい、どうぞ、今回もう初心者ということでちょっとテンポ見てありますけどそうですね、はい、わーすごい、ちょっとじゃあビニール取っちゃいますか、はい、はい、わすごいシートこれめちゃくちゃかっこいいじゃないですか、めちゃくちゃかっこいいですね、なんかすごい凝ったこうステッチって言えばいいんですか、そうですね、なんか今までの普通に他のメーカーとかでもやっていたダイヤモンドステッチとはまた違うじゃないですか、はいはい、そうですね、六角形とかこうダイヤモンドとかっていう感じじゃなくじゃないですね、うん、すごい、で全部このステッチの入ったダッシュボードとドア張りと、はい、めちゃくちゃ高級車ですね、すごいです、でパネルなんかはカーボンになってて、まあ、この辺はまあ他のシリーズと共通性のあるデザイン、はい、そうですね、共通性ありますね、なるほど、うん、でメーターめちゃめちゃかっこいいですね、かっこいいです、そしてリアもちょっとやっぱり、はい、リアがねグランクーペといったらそうなんですよ、リアをちょっと見てください、リア大事なとこじゃないですか、ぜひぜひ、そしてこの外のドアのでかさから想像されるこのわすごい、はい、先日お伝えしたこう M6 のグランクーペよりなんかいや全然違います、ね、すごく広くなってないですか、広くなってます、広くなっているんですけど真ん中の人は大股開きという、あやっぱり5人乗り、やっぱりそう、はい、5人乗りです、コンソールをこうまたぐ感じで、そうですそうです、でシートベルトも全部この M のラインが入った、 M そうですね、はい、リアのシートもこれめちゃくちゃかっこいいですね、ねすごくいいですよね、いやすごいでね、はい、土ドア開けたついでに、はい、ついでにほら、え、なんすかこれカーボンコア、はい、なんかこれ BM が商標かなんか取ってるカーボンのやつ、どうですか、あそういうことじゃなくてですか、ちょっとさ、トントンってやってみようかなと、鉄板との違いが、え、なんか鉄板とカーボン組み合わせてる、そうだと思いますこれ僕正直僕もカタログ上でこんなの話分からなかったので、はい、あ、なんですかみたいな感じでこうやって、あれこれ鉄板とカーボンで、多分めちゃくちゃ軽くなってますね、そうなんですよ、乗り回すわけにもいかないで確認もできないし、はい、この車を見て想像してるだけなんですけど、そういったところがメーカーの努力が半端ないですね、この車とてつもない、とてつもないと思います、いやすごいです、はい、後ろあったっけ、あ、後ろあるね、ああ本当だマジかすごい、うん、撮ってる今、はい、はい、ちょっと今カメラマンに教えてもらっちゃいました、リアの USB ポートがなんと最初からタイプ C っていう、すごいえ、じゃあケーブル、そうダメじゃないですか、ダメなんですよね、 iPhone だったら Type-C ライトニングじゃないと、そう、いやでも世の中的にこうどんどん USB って Type-C にこう統一され始めてますよね、そうす、なんか次の iPhone も Type-C になるんじゃないかなんて言われてるんで、うん、こんなところもちょっと違うみたいです、うん、そして僕がすごいと思ったポイントここでございます、こう窓枠がないクーペスタイルの車なのに、これわーブラインドがついてるっていう、すごくないですか、すごいですね、すごい、なんすかこの贅沢です、はい、なんか高級車とこのスポーツカーが合体したような、合体したすごい、すごい車です、はい、そしてちょっと続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、あ、エンジンルームなんか意外にこうコンパクトじゃないですか、そうですね、
コアサポートがここまでな、ここまで来てるんですね。なんかこことかじゃないんですよ、はい、コアサポートが。違います違います。もうこんなになんか意外にこうスペース取らない感じで、はい、そうですね、はい、これが V8 の、そうです、はい、何リッターぐらいですか。 4.4 ですかね。あ、 V8 4.4 リッター、はい、のツインターボの。そうです。500馬力ぐらい出てるんですか。もっと出てるんですか。600、全然調べてないっていう、はい、600ごめんなさい、630だったかな。600馬力オーバー。600馬力オーバーです。はい、化け物じゃないですかもう、うん、で、はい、まあまあまあ昔から言われてるんですけど、はい、BMW なので、はい、エンジンがぐっと後ろに押し込まれてると、はい、重量配分をなるべく良くするっていうのと、あとここはあれじゃないですかね、安全面でこうクラッシャブルゾーンってよく言われますけどね、はい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 、万が一の時もこう ある程度吸収できるように。そういうのでここを大きく取ってるんですかね。そうですね、うん、このエンジンのカバーもめっちゃかっこいいですね。いや、かっこいいですね、これカーボン。カーボンで、うん、いや、すごい。で、電子制御の足回りになってるんですね。そうです、うん、リフターとかついてないの。リフターついてないんです。はい、硬さの調整、減衰調整ですね。これさすがにアルミですよ。これアルミだと思いますよ。あれ？あれ？カーボンじゃないですか？違いますね。カーボンじゃないこれ。カーボンです。カーボンですよね。カーボンですね。樹脂です。マジか。樹脂ですよ、パ、土。あれ？でもこっちパフォーマンス。やっぱり。あ、もしかするとじゃあ。ああ、じゃあなんかこれも組み合わさってんですかね、カーボンと。あの基本もしかするとその骨を軽く。しながら、はい、このボックスで強度出してるかもしれないですね。そう、ここは全然樹脂ですよ、ね、樹脂です。こっちだってスチールかなんかさ、アルミかな。あ、でもどうなんだろう、わかんないですけど。いやいや、樹脂ですね。ほら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 、なんかなってます土これ、はい、ここほらなんかこう樹脂目が出るでしょ。あ、本当だ本当だ、カーボン目が、ね、出てますね。もうなんか鉄板の波じゃないです。僕らの常識がちょっと通用しないですね。そう、見てなんかさっきのあれじゃないですけど、そのアルミなのか、はい、スチールなのかとカーボンと、はい、あのあれしてるじゃないですか。なんていうんですか。すごい。うん、すごいと思います。なんかもうアルミとかカーボンとか、はい、スチールとかなんかすごく使い分けてて。そうですね。でも、はい、あの。昔からの、はい、昔の話してもしょうがないんでしょうけど、はい、結構 BM って古くから、はい、バンパーのレインフォースをカーボンで作ってたりとか、はい、アルミの、そうなんですよ、アルミの軽い材料で作ってたりとか、実は見えないところで結構そういうことをずっとしてるメーカーなんですよ。だから今更始まったことではないです。 BM っていうのはそういうところがすごく、はいはい、あの早いです。あ、最先端なのか分かんないですけど、かなり早めに取り入れてますね、うん、駆け抜ける喜びは伊達じゃないんですね。そうです、喜べる車なんですごい、はい、すごいと思います。はい、というわけで今回は、車両紹介ではないんですけど、ではないですけどね、はい、旬なお車を、旬なお車とても紹介させていただきました、はいはい、そしてこのお車がなんとこれからカスタマイズが始まるってことで。そうなんですよ、はい、実はもう内容も言っちゃっていいですか。悩ませておきましょうか。なんとなく、はい、ちょっと外装と、そうですね、はい、足回りと、はいはい、なんかすごくかっこいい車に仕上がりそうな予感がしてますんで、はいはい、ちょっとその様子を動画で引き続きお伝えできれば、うん、ちょっと知りたいと思いますんで、そうですね、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。